農園の娘リーズは母親によって金持ちのアランとの結婚を強いられていますが、リーズには実はコーラスという恋人がいます。母親はリーズとコーラスが会えないようにリーズに仕事を言いつけ部屋に閉じ込めてしまいます。それでもコーラスはリーズに会いに来て、二人はめでたく結ばれます。今回の課題はラ・フィーユ・マルガルデ第2幕からマイムです。例えば眠れる森の美女とか白鳥の湖とかいう古典はもう本当にバリバリもうバレエのステップでバレエの演じ方でやらなくちゃいけないんですけれども、このリーズの結婚だったりあのジュリエットとかですか、なんか他やっぱりそういう作品はもうちょっと自然な感じで、あまりバレエティックにやるとちょっと変なんですよね。やっぱり自然にやった方が、それはすごくあの先生方にも言われたことですし、あと実際に見ていてやっぱり変なんですよ、急にバレエみたいになると歩き方にしても。ですからもうその辺はもう本当に自然に、ただあの自然にというとなんか普通のドタドタの歩き方になったりしてしまうとそこはまた違うんですけども、やっぱり舞台上で歩くというのはいつも意識してなくちゃいけないんですけれども、その中でこうナチュラルな自然な歩き方という。上向きすぎ今だとここ長いけれども、でもなんだろう、もうただ長くて立ってるだけだけど、こう表情で自分が考えてることをお客さんに伝えなくちゃいけないから、でもその前にいろいろこうあってのここだから、お客さんも知ってるけれども、なんだろうな、今だとねただこう下向いててっていうだけなのね。でも下向いててもなんかこうただ下向いてるんじゃなくて、こういろいろなんか考えてる感じの下の向き方で、今下向いてるところから結構ふっと目線が上がっちゃったんだけど、できればこう考えながらこう徐々にでこうすごなんかこううんって考えてるような感じで、さっき最後の方ちょっとんって上に行っちゃったけど、もう少しこのあの辺り2階席ぐらいまでで、でもっとね上向いた時が長くていいかもしれない。お客さんがもっと顔を見れるぐらいを長くして、上向いてからこうなんか考えてるっていうのを 見せるような、今ちょっと下が長いのかな、もうちょっとちょっと、あでも音楽聴いてみようかして、立ったところからで今下でしょ、はい、この次からもう徐々に上がってきちゃっていいかもしれない、目線上げて。そう、それで何かこう思いついた感じで呼吸が入る、そう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 、うん、でもっとこのここそう中心、私は結婚します、はい、もう一回じゃあそこ、なんかいろいろ頭の中をこう考えてる
指輪のところをね、こう結婚ももっとこうお客さんに見える感じのこうでしょ、そうで本当にこうつける感じ、今こういうふうに丸くしてこうやってるけどこういうふうにつける、うん、だから私は結婚します。でこっから考えながらドレスも着るって言った時に、これがもっとねもう本当にもうふわふわの綺麗なドレスっていう、そう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 体に、うん、でもう一度じゃあ私はっていうところからお願いします。なんかいいこと思いついたように、そうそうそう、はい、こういうふうに体こうぴったりしたところからふわーんっていくドレス、こういうドレスだ、なんかふわーんといって、だからここはこういうふうにしない、手使わない、ふわーんっていって最後にこういう、はい、同じところからお願いします。はい。